どうもぬるりです。今日はすごくお腹減っちゃったんでシンプルに夜食を作ろうかなっていう感じです。特に何を作ろうというわけじゃなくて夜食作ろうかなと思ったんでちょっと動画撮ろうかなって感じだっただけです。今日の夜食はこんな感じ。ババーン。今日はねちょっとざっくりいきます。すごく尺の短い動画を作ります。今日のお夜食はラーメン2袋、ツナ缶、卵、刻み海苔、もやし、にんにく。ご家庭で作るなんちゃって GK ラーメンです。なんちゃってね、なんちゃって。じゃあ作っていきましょ。はい、じゃあまずね卵から作っていきます。沸騰したお湯にお尻に穴を開けた卵を投入していくだけ。はい、茹で上がりました。ということでお水に入れて粗熱を取ります。卵は1個しか使わないんで残りは白だしにつけて味玉にして冷蔵庫で保管します。では次にニンニクをねおろしていきたいと思います。ではねもう皮むけてあります。で今日はちなみに最初言わなかったんですけど包丁は一切使いません。じゃあニンニクをおろしていこう。はい、おろし終わりました。これでニンニク OK。 もやしをね茹でていきます。もやしは結構すぐ火が通るんでそんなに茹でちゃうとしなしなになっちゃうからシャキッとね短時間で茹でていこうかな。はい、もやしの隣でラーメンも一緒に茹でちゃおうかなと思います。麺を入れちゃう。麺を入れちゃいます。2個入れちゃって同時進行でね行こうかな。もやしが茹で上がったんでもやしは退避させましょう。はい、じゃあもやしはねこんな感じ。茹でるとねなんかちょっとね少ない気がしますけどこれで 150g あります。先にね器に粉末スープ入れてスープだけ作っちゃいます。麺を入れるときに多少また水分が入るんですごい少なめでスープは作っておきましょう。麺がね茹で上がりましたんで麺を投入していきます。そしたらスープをちょっと足す。ここに盛り付けていきます。まずはもやし。GKラーメン屋さんのもやしはもっと山盛りな気がするな。次に卵、ちょっとね割れちゃいましたまあいいでしょう。もやしの一番上にニンニク。ニンニク本当はチャーシューとかねここにあったりしたらねラーメンっぽかったんですけどラーメンチャーシューね作るのねちょっと面倒くさかったんで今日はパッと食べたかったんでね。ツナはもう全部入れちゃいます。ここに刻みます。はい、完成。まあねお家で作るラーメンなんてこんなもんですよね。まあちょっとね GK ラーメンを真似てみたんですけどチャーシューもないしちょっとね寂しい感じになりましたけどとりあえずこれで食べていきます。はい、じゃあ完成ということでいただきます。どれ食べていくか。うわあ、まあ簡単にパッと作った割にはうまそうだな。どれ、まず麺から。うん、うまい。まあまあ、うまい。
GK ラーメンって言ったらやっぱ混ぜますよね。はい、じゃあここでね全部混ぜます。お店屋さんで食べる GK ラーメンって混ぜにくくありません？もやしが乗りすぎてて、まああれがいいんですけどね。さらにうまい。なんだろう、シーチキンが意外にいい仕事してる。あのよく魚介系ラーメンってあるじゃないですか。あんな感じで醤油魚介風ラーメンになってる。今度チャーシュー作ります。ちょっとね卵割ってみます。これ卵ね、あ完璧な半熟煮卵になってます。煮卵、半熟卵になってますね。これを絡めて、うん、うまっ、マジでうめえわ。晩酌っていうよりかはちょっとラーメンなんで伸びるの嫌なんですよ。なので先にパッと食べちゃって、あのエンドトークの時に飲みながらちょっと失礼しますんでゆっくり食べていきます。ごちそうさまでした。ということで今日は自作の GK ラーメンをね、なんちゃってですけどちょっと作ってみたわけなんですけども、とてもね簡単にできましたね。まあそんなに手の込んだことしてないっていうのもあるんですけどね。じゃがいもで料理も作ってみたいのも一つありますし、チャーシューもねちょっと圧力鍋があるんで作ってみようかなと思いますんで、こまめに揚げられることをちょっと意識しながら動画上げていきますんで、どうぞよろしくお願いします。ちなみに今ウォッカと、トニックウォーターでウォッカトニック飲んでます。乾杯。うまい。アブソリュートウォッカ美味しいですよ。ジンとかテキーラとかもいろいろあるんで、早くねカクテルツール買ってちょっとねカクテル作ってみたいなと思います。いつだよっていう話だけどね、いつだよね。じゃあ今日の動画はこんな感じで早めに切り上げますのでね、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあおやすみなさーい。